ちょっと今日複雑な方です。あのここに立ってる距離右は全部池らしい。200ヤードぐらいで入っちゃうみたい。計算されてます。さあ、馬術のパワーで振ります。あ、もうね、向き通り完璧です今の。ありがとうございます。よかった。え、今気をつけました？ちょっと気をつけました。ちょっと気をつけただけで、全然なったら全然いいと思う。ああ、ありがとうございます。こんな感じで結構池がこんな感じになってます。こういうの全然嫌じゃない？うん、平気。もうちょっと長いとね、うん、そわそわするけど、これぐらいだったら。そわつかない。うん。そわつかない。奥さんに負けじと旦那さんの超かっこいいスイングですよ。ナイスリアクション、ナイスリアクションです。やっちまった、やっちまいました。おー、しっかり振ったね。抜いてったラフ。うわー、なんで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 、ゴルフやってないのに。ちょっと喜んでますよ。ちょっとボール捉えられないけど、ここでーす。見ちゃう。そう、うん。そういう時こそボールをよく見て、あのヘッドアップしないように気をつけると、全然あのミス収まると思います。わかりました。そうさ、ん、障害物があると、やっぱね、ボールの行方が気になっちゃう。気になっちゃうのはしょうがないんだけど、そういう時こそ我慢して、ボールボールで、うん、そうそう行けるとね、だいぶ体も気持ちも楽になる。3つ目来る？ 3 つ目来ちゃう？ちょっとリサーチ、気持ちいいな。どういうことですか？やば、気持ちいい。やばやば一言やば。どういうことですか？何個入れるのよ。ナイスイン。あ、右。どうじゃ、あっちはダメです。いや、多分距離が出てるんで、キックするんじゃ。じゃ？大丈夫です。どうじゃ？キックするんじゃ？あ、ちょっとこすっちゃった。これも寝てるんじゃないですか。心ちゃんを取る2人。向き通り。向き通り。うん。グー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 。リサちゃんにもこういうトラブルがあります。193もあります。190見ていい？あ、そう。どういうレイアップの仕方かね。ちょっとこれは注目です。お、うまい。そんなに振るんだね。うん、1番だから、うんうん、いけるかなと思って。あと、あのちょっとオープンスタンスに構えて、うん、クラブがこう抜けるように、おー、スペースを作りました。腰止まんないように。そうそう。あ、こう普通に構えちゃうとここで。あ、そうなる。よくやります。開いて、ここに空間を作ってクラブを逃がしました。なるほど。なんかもっとなんかさっき言ってた感じで止めるのかなと思ってたら、うん、意外に振ったなと思って。あのラフだから、あ、負けないように、ね、そう負けないようにしっかり振って、うん、あれで一番ダメなミスは止まって、止まってもドフドフシューだよね。ドフ OB ドフあるよね。あれ私最初、え、なんであっち行ったのみたいな。ちょっと緊張した画面とかね、うん、安全に行きすぎてなんか残念な結果になりがちじゃん、うんうん。かっちょいい。
なんかさ、いいフィニッシュ取るよね。リサさんやります。半端ないっす。やばいな。ちょっと待って、あのボール見たらちょっと本当。ミスからの、あれは。オッケー、頑張った。頑張った。ナイス。はい。ナイスオン。ありがとうございます。下りの、ちょっとスライスなのかな。結構早いと思います。お、いい感じ。いい感じ。いい感じ。わー、いい感じ。あー、切れない。止まって。ナイスタッチ。しっかり打てたね、でも、はい、うん、ナイス。怪しいんだよね、パターンすっごいリサちゃんのリカバーパーパット入れたいね、これ。あ、おお、はい、まあまあ、ボギーや。まあでも今のボギーよ。まあまあ70点ぐらいのボギーかな。バーディー3つ取ってるから。そう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 、満足しちゃって。前半で4バーディーを取ってしまうのか。残り3ホールです。この木まで210ヤード。ちょっと左打った方が今止まりない。ナイスショー。いいね、はい、左足上がり、つま先下がり、ちょっと右に出やすいよ、うん、で、クラブをね、もうちょい短く持った方がいいかな。そうです、うん、もうさ、抜けそうなとこもそうそう、傾斜地はとにかくちょっと短めに持った方がリスクは少なく済む、はい、うまい。おー、ナイス。先生のアドバイスが半端ないです先生、ナイス。今この傾斜地でよく打ったね。打てた。ってか全然短く持っても距離変わんないし、素晴らしい。それうん、あ、すごいの使うんじゃない、すごいの使うんじゃない、これ。ちょっと待って、来た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 、使った。あのマスターズです。そんな技使わなくていいのに。マスターズですか。グリーンになってます。左がちょっと高いかな。このアプローチ見ると分かるかも。このアプローチが落ちてくると、落ちてきた。この傾斜を使ってリサちゃんを寄せてきました。弱いか。届け。いやー、弱かった。パパが病気です。はい。はい、4つ目お願いします。四つ目。ああ。切れる切れる切れる。切れる切れる。切れる切れる。ミス。あと2つあるんで。おお。ただみんなリサちゃんのダンカーショットが見れる。来た。来た。来た。内緒です。ナイスオン。思ったより来てないちょいチャンス。ナイスオン。ありがとうございます。先生どんな感じでいきますか。まあちょっと手前だね。うん、来た。ナイス。ナイス。まあまあ。簡単ですね。70点ぐらい。簡単ですね。うん。
来た？おお切れたー。惜しい。惜しい。ノーバディ。はい。わあ。ゲン。先です。噴水側の方で今感じてるので、木の方に打てれば全然大丈夫だと思います。左に打たなきゃ大丈夫。そうですね、右の木の方向に。わぁ、冒険なの2人とも飛んでないはず。彼はバネ系で、彼女はまあまあいいとこですね。え、結構普通に打っていいんですよね、ドライバーで。はい、大丈夫です。わあ。先生。先生。先生ブランクないっすね。勘弁してください。本当だ。皆さんギリギリでした。これはコースが分かんなかったら池入っちゃってましたね。本当だ。手前か。ナイスオン。すごい。ラフを理解している。おお。ちょっと右かな。ああ、横だ。左に転がってます。コースはどうでしたか。え、よく綺麗だった。あっという間に終わっちゃった感じ。でもなんか見えないところに池とかがせり出してるのが多くて、うん、え、これやばくないって、知らなくてよかったねっていうのが何個かあった。グリーン周り結構なんか厳しくないですか。厳しいっていうか、いろいろないですか。グリーンの傾斜が結構しっかり、あ、傾斜があるんだ。でもフェアウェイはこんなこういうアップダウンがないから打ちやすい、うん、これがパーパットです。ナイスパー39。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。 YouTube アングル入ります。4つ目ほい。あー、ちょ入れた。絶好のチャンスを。あ、まあでももうそういうとこあるよね。しっかりアンダーで、ワンアンダーで折り返します。ワン、ツー、はい。いやでもさ、ファイブアンダーあったよね。あった、あったよね。ワンアンダーですか。今日いけた。今日ファイブアンダーあったよ、りさちゃん。うわー、 あったけどいけなかったのが私。そういうとこある。そういうとこある。